おそわしって自分で言ってるんだから、流通してないのもうすうす分かってるんじゃないでしょうかね。だったらもう、どんなにね、シューピッターさんに足見てもらったって、靴見つかるわけがないんですね。この動画では、足が細い、そして、甲が薄いという、こっち自覚のあるお客様のお悩みに対して、私たちの方でこういうことに注意をして靴を選んでくださいということをお伝えしています。今回のお悩みです。はい。幅狭、甲薄のためパンプスで歩くことができません。そのため、このところスニーカーばかりですが、はい。スニーカーでもすぐ疲れてしまいます。お。シューフィッターのあるお店にも行ったし、うん。銀座にある某大手靴屋さんの靴も試しましたが、はい。試着の時はいいような気がしましたが、すぐ足が痛くなりましたなといるほど。うお悩みです。女性の靴のお悩みを解決するアンドステディです。あなたの靴のお悩みも解決しませんか？詳しくは概要欄まで。ポイントはいくつかありますよね。この方ね、一番すごいなというのは、甲薄幅狭の自覚があるということですよ。次が、スニーカーでもすぐ疲れる。おかしいじゃないですか。そうですね。はい。さらに、まあ、シューフィッターのいるお店にも行ったと。靴も試着をしたと。その時は良かった気がしはまい。これだから試着の仕方も間違ってるんでしょす。あ、そうですう。シューフィッターさんにいくら技術があっても、ね。正確に足が測れても、合う靴が流通してなければゲットできないわけですよね。だから多分、細足って自分で言ってるんだから、流通してないのもうすうす分かってるんじゃないでしょうかね。そうですよね。はい。で、それを多分目指して、そういう細い市販の靴を売ってるという靴のブランドのね、小売店さんありますから、そちらに行ったんだと思うんだけど、そちらもね、多分ね、ミニマムで B ですよ。そうなんですね。B までしかないので。だから A 以下の人はもうあぶれちゃうわけです。で、私たちがアンドセにいらっしゃる方は、B だと、あ、なんかしっかりした足ですねっていう判断になっちゃうんだよね。みんなそれぐらい細い人がいらっしゃってるからね。でも実際、まあ、日本の女性の足の平均は、もう多分 2A ぐらいになってんじゃないのっていう気が私とかはしていますよ。そうなんですね。なかなかやっぱしっかりした足の方は。B ぐらいだったら探せばありますよねっていう感じだから。でもこの方はもう A 以下ですよ。だったらもうどんなにね、シューピッターさんに足見てもらったって、靴見つかるわけがないんですね。売ってないと。そう。で、時間の無駄なんですよ。はね、悲しい事実ですが、まず事実を認めるところから始めていただかないと。い。ね、普通の意識すごい高い方そうでですす。すね。はい。だからまあね、細靴作ってくれるところで、まあ、作られたらいいと思います。試着できるんだったら、まあ、試着してからの方がいいと思いますね。だから今まで絶対に緩い靴履いてきたからです。だからもうおそらくそのあなたの感覚は狂ってますよ。もうあえて強い言葉を使わせていただくけれども、狂ってるんですね。だから合わない靴も合うと思って履き続けちゃうんですよ。なるほど。で、そこのチューニングをまずするところから始めないと、多分いくらその数字的にね、合う靴だと思っても履けないから。そこはね、すっ飛ばせないんですね。やっぱり感覚が追いつくことをやっぱりちょっと待ってあげないといけない。最初のね、ショックといえば、そうですね。本当に。そう。合う靴ってこんな急急なの？そうです。だからそこもね、まあ、10個ぐらいいろいろステップがあるとして、一気にダダダーっていけちゃう人もいれば、やっぱりこうね、感覚が納得できなくて、すごい時間かかる人もいるわけ。そうですよね。だからそれはもう来てもらって、どういうスピードで進むかっていうのは、その方のまあ個性によりますからね。まあ、いずれにしても、まあ、履いてみるっていうことがまず大事じゃないですかね。なるほど。ぜひね、一度会うという感覚を。そうです。まずそこからかな。だって分かってるんだもん。ねこれで動かなかったら、単なる頭でっかちです。本当にそう。そうですよね。はい。ぜひ、ね、せっかくたどり着いて、はい。ネット上でたどり着いていただいたので、ぜひご来店をはい。お待ちしたいと思います。それでは今回もありがとうございましはい。ありた。がとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、ぜひお願いいたします。